ありがとうございます。カブトムシさんもありがとうございます。おはようございます。でももうめっちゃ元気、普通に。こんにちは。今日もレッスンなので頑張りたいと思います。やばい、喉ヌードルやばいんやけど。喉ヌードルスプレーをかけると治るの、一瞬で。喉痛いのは喉ヌードルスプレーで治りました。こっちゃん、おはようはしありがとう。めっちゃ久しぶり。そうです。きるみちゃん、ありがとうございます。くいしんぼさんもありがとう。卵のりかけもありがとう。そう、喉ヌードルスプレーめっちゃ効く。でもなんか喉治ったら次鼻詰まって鼻水止まらないの。そう。 鼻水でね、うつった。次鼻詰まるし。そう、おはよう。そう、体調には気をつけてね。ありがとう。 オーディションはあれはもうなんかおしゃべり、なんか生まれて初めてあんなにしゃべって声枯れた。 そう、ありがとう。うさぎさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。 もう昨日めっちゃ薬とか飲んだらもう普通に元気で、なんかもう別に喉も痛くなくて、何にもなんか無症状みたいになって、 元気な状態になったから、調子に乗って姫たんとめちゃめちゃ楽しい遊びをした。クロムちゃんもありがとうございます。クイシンマさんもありがとう。で、アオミさんは DJ やってた。アオミさんは DJ。 そう、女の調子はどうだい？鼻が詰まるよ、今。ピーキャイの獅子、ありがとうございます。そう。そうなのよ。キリュウちゃんもありがとうございます。そう、なんか、ココちゃんとヒメタンが、なんか歌うの。めっちゃ歌うんよ。ココちゃん喉痛いのにめちゃめちゃ頑張っちゃった。 そう、なんかね、AKB とか SKE の曲をココちゃんの携帯で流すの。しかもママが怒っちゃうよ。 そう、なんか、おはようございます。最初はココちゃんと姫たん、なんか昨日バスで帰るの、帰ったの。でもバスを待ってる間めちゃめちゃ暇で、なんか何したらいいんだろうって思ったら、急に姫たんが「あなたとクリスマスイブ」みたいな歌い始めて、そしたらココちゃんもパーティーが始まるよ公演で、覚えてたから「メリークリスマス」ってところを2人で目を合わせて「メリークリスマス」って言ったら、もうそっからコンサート始まっちゃって。そう、もう2人でもういろんな曲を流して、そう。でもうちは途中でなんか飽きちゃうの。その1曲を全部、何、1曲さ、歌いきれんのよ、うちらは。で、歌詞とか分かんなくなった瞬間、姫たんとで真顔になると、DJ ひなのが、変えてくれんの、歌を。DJ ひなのはココちゃんたちがこうやって真顔になった時に変える係なのよ。 そう、かわいいでしょ、結構。こんにちは。そう、 DJ ひなのは結構大事な役割なんですよ。あ、いいね、ありがとうございます。で、そう、アーヤとかキビちゃんとかは知っとる曲があったら入ってくるみたいな。 そう、
可愛いフォローしました。初見さんありがとうございます。そう、あおみさんはもうめっちゃ面白いので、ココちゃんたちめっちゃね、めっちゃ本格的なのよ。コンサートの名前まで決めて、アンコールとか全部やって、で最後の挨拶とかして 最後はの曲は「不器用太陽」でした。そう、そうですね、「不器用太陽」をしました、みんなで。みっちゃんは手だけ参加して、めっちゃ面白かった そう、楽しかったです、めちゃめちゃ。ああ、鼻水やばい 昨日は大悟たちありがとう いいよいいよ、充電なくなっちゃった、いいよ全然、なんか消えたって思った 大丈夫だよ。そう、動画はないよ、え、なんかね、動画はない。ココちゃんが、何？変な動画しかないよ。そう、自分も対戦できました。ありがとう、ありがとう。ナナちゃんは爆睡、そう。ナナちゃんは、ココちゃんとキビちゃんの間やったんよ。で、何？ そうで、こういう、はっとか振り合うとさ、めっちゃココちゃんとキビちゃんがね、揺れるのよ。で、その揺れで、ナナちゃんは起きるのよ。キビちゃんとココちゃんの振動とか揺れで、ナヤンちゃんは起きる。でもなんか、ナナちゃんは、完璧に寝とるわけやない。なんか、目つぶってんのかな？ずっとね、目つぶっとったから、なんか、ココちゃんとか、ヒメタンが、ちょっと面白いなーっていう、面白いなーって時は、ナヤンちゃん起きて笑うの。あれ寝てないで、あれ 寝てないぞ。そう、その位置で寝るんだ。なんかバスやったから一番後ろに座ってたの。キミちゃんとナヤンとココちゃんとヒメタンが一番後ろで、その前にアヤとみっちゃんとアオミちゃん座ってた。そう、カタツムリタンありがとうございます。で、バスの中全員9期生だと思ってたのよ。でも10期の子とかいてびっくりしちゃった。ちょっと控えめに。うさぎさんありがとうございます。そう 何や、何やって笑ってくれ、笑ってくれんよ。面白くない時は笑ってくれません、無視する。黒蜜茶ありがとうございます。今ねこれ飲んでる そう、そうです。そう、10期も参加すればよかった。そう、ココちゃんは煽りとか入れてたのよ、ちゃんと。みんなも一緒にとか言ってたんだけど、参加してくれなかったね。ちょっと煽りちゃんと入れてたんやけどな。そう、煽りは通用しんかったな そう、そうだよ。煽ってほしかったな。そう、そう、煽りも入れたし、アンコールってやつもやったし、ちゃんと MC もあるからね、しかも ちゃんとね、MC 付き。そう そう、そうです。全部公演みたいな、コンサートみたいな感じ。MC めっちゃ面白かったんやけど、なんか、そう、めっちゃ面白かった。楽しかったです、めっちゃ昨日。めちゃめちゃ元気になったもん。おはようございます。でも、鼻が詰まります。いつ放送ですか？あ、違うの。それはココちゃんとヒメタのソロコンサートなの。私たちを愛し合っているコンサートっていう 私たちは愛し合っているコンサート2020にお越しいただき誠にありがとうございますっていう公演だから。そう そうだよ めっちゃおもろいやろ。そう
いいね、ありがとうございます。で、最後、そのね、そのね、2021年もやっちゃった。もうね、ちゃんとそう、私たち愛し合ってるコンサート2021までやっちゃったんよ。しかも今は2020年なんですけど、もう来年のもやってしまいましたそう、でもうそこでココちゃんがそこでココちゃんが急に卒業発表するっていう謎のノリもあって、めっちゃ面白かったんよそう、なんかめっちゃ面白かったで、姫たんがっていう表情をしてくれるの。そうで、その動画も青美さんに送って、なんかそう、たくさん遊びましたそう、めっちゃ楽しかったです。そうめっちゃ面白かったんやけど。そうです、私たちは愛し合っているコンサートで、それはなんか研究生で、そう、研究生で私たちは2人でソロコンサートしたから、そう、研究生でソロコンサートしたっていう設定で、でそれでなんか昇格発表もあるの、ちゃんと。で、私たちは離れてしまったけどみたいなそう、なんか研究室昇格発表もしました。そう、めちゃめちゃ面白かった。全部やった、なんかすること全部やりましたそう、謎のアバターの人ありがとうございます。設定細かい。そうよ、めちゃめちゃ細かいよ。そう、謎のアバターの人ありがとうございますそう、めちゃめちゃ面白かった。そう面白かった。おう、やばい、鼻水やばいよ。なかなか同期面白い。そう、面白かった、めっちゃめちゃめちゃ面白かった。なんか改めて久しぶりにそうやってみんなと楽しいことしたのよ。だからめちゃめちゃ楽しかったです。そうでもバス2台やったから、なんか誰かは絶対いなかった。なんか10期の子半分くらいと9期の3分の2くらいが乗ってた。そうだから知らない子もいるのかな、わかんない。そう、今週初めは姫たんと久しぶりで緊張した。そう、緊張したんよ。けどもう仲良しだよ、めっちゃめちゃめちゃ仲良し10期は反応は、10期わかんないよ。そう、ありがとうございます。あ、今日は結構早く終わっちゃうかも、これからレッスン行くのでやばい。でコーヒー牛乳って飲んでいいの。うん、15分経過ありがとうございます。そう、パパありがとう、ガタツミタもありがとう、ねえありがとうございます。おいしい。うん、これ牛乳屋さんで作ってるって。パパとかめっちゃありがとうございます。ということでね、57位はでるん、おつまくアバターの人ありがとうございます。あ、あっためよ、めっちゃいいやん、これあっためて飲むわ。ちょっとあとね、ちょっと半分くらいある。そう、ということでね、13位がりんごちゃんありがとうございます。
12位が謎のアバターの人、ありがとうございます。11位がこれスヌーピー、ありがとうございます。11位が虹の人、ありがとうございます。9位がカタツムリタン、ありがとうございます。8位が女の人、ありがとうございます。7位が恐竜さん、ありがとうございます。6位が猫耳の人、ありがとうございます。5位がサングラス、ありがとうございます。4位がクイシェボさん、ありがとうございます。3位がキムちゃん、ありがとうございます。2位がクロムちゃん、ありがとうございます。1位がウサギさん、ありがとうございました。ということで、あれしますね、スクショしたいと思います。いきます。体調に気をつけて、ありがとう。そう、イエーイ、ブーンブーン。なんか、うん、上、ありがとうございました。ということで、レッスン頑張っていきたいと思います。また明日も見てください。バイバーイ。